こんにちは、りょうです、えー。今日はね、年収1000万円でも確実に貧乏になる方法について話をしていきたいと思います。質問いただきました。えー、同僚が年収が1000万円あればお金に苦労しないのになぁとよく口にしています。確かに私も年収1000万円は魅力的だなと思います。しかし、本当にそれだけあれば安泰と言い切れるのか疑問です。変な言い方ですが、たとえ年収1000万円でも貧乏な人はいると思います。学長のお考えをお聞きしたいですってことでね。 えー、結論から言うと年収1000万でも簡単にね貧乏になれますと、えー、貧乏になるための条件っていうのはたくさんあっていくつか組み合わせるだけでもすぐお金が足りなくなるとだから貧乏になるのなんて簡単なんですよで稼いでいても貧乏っていうのはどういう状態かっていうとね金融リテラシーの中で稼ぐ貯める増やす守るの中で稼ぐだけがある状態と守れない人とか貯めれない人ですねでこの 貯める、増やす、守るを欠如させると、年収1000万円でも簡単に貧乏になれるんですよ。でね、えー、せっかくお金持ちになれる権利を手放すっていう人が多いんでね、えー、今日は貧乏になるための方法を解説していきますと。で、解説なんですけど、今日はね、どうしたら貧乏になれるのかっていうことをね、話していきますね。で、年収1000万円のポジションとはっていうことで、2パターンあるんですよ、ね、年収1000万って言ってもね。 個人人人、ででで1人で年収1000万円を稼いでる人大体これはね4%から5%ぐらいで20人に1人の割合なんでいわゆるまあエリートって言われる人たちでまあ高学歴の人が多いですよねで世帯年収がもう一つは年収世帯年収で1000万っていう人ですね、えー、これが大体10%から12%ぐらいで、えー、10世帯のうち1世帯がまあ年収1000万と結構多いんですよね で手取りにするとどのぐらいかっていうと、えー、まあ学年年収からね引いた場合720万円ぐらいですかね税金と社会保険料を差っ引いてね、まあ、月収60万円ぐらいとだからまあ手取りが毎月60万円ぐらいある人っていうのは大体年収1000万円ぐらいと、まあ、そのぐらいで思ってもらったらいいですかねで生活費が25万円としても毎月まだ35万円も残るんですよね で年間1000万円もじゃあ稼いでお金が足りなくなることはあるのかってことなんですけどもこれはね普通にありますよもう簡単に貧乏になれる方法をね、えー、紹介していきたいと思います年収1000万でも確実に貧乏になる具体的な方法ということで、えー、方法その1と収支の把握をやめましょうと もういくらね、給料が入ってきたかとか、それを何に使ったかとか、もうそんなこと把握しないでください。せっかく年収が1000万円以上あるんだから、もう小さいことを気にするのはやめましょうと。どうせ来月もお金が入ってくるしね、もう口座の残高とか、クレジットカードの利用明細っていうのはもう意識の外にやってしまってね、無意識しなくていいですよと。どうせ来月もお金入ってくるんだからね、入ってきた分を使えばいいんですよ。で、 方法2と、とのパーートナーと結婚しましまょうとできる限りね、老費家の相手と結婚するのがコツですよ。どういう人かっていうと、見栄っ張りとか、ステータスを人と競うのが好きってことですね、えー。自分を認めてあげるのに対して他人を使う人ね、自己承認欲求の強い人とか、そういう人とかっていうのはもう最高ですね。 で、えー、隣りの億万長者」っていう本にもね書いてるんですけどお金持ちになるためには次の質問が全てイエスである必要があるとお金持ちになるためにはねあなたの両親は倹約家でしたかあなたは倹約家ですかあなたの配偶者は倹約家ですかともうこれと正反対の人を見つけたら貧乏まっしぐらになれるんでね。 で、契約は美徳だっていう人とか、えー、節約ね、ちゃんとする人と結婚してしまうと、一気に貧乏生活が遠のいてしまうから注意してくださいと、えー。友人の奥さんとかもね、月に150万使うって言ってましたね。いくら稼いでも見事にお金がたまらないって言ってましたね。で、方法3ね、えー、高級車を定期的に買い替えましょうと。もう車は必須だとね、えー、車必須ですよね。 で、保有してるだけで、もう本当にさまざまなコストがかかるんでね、えー車えー、車両本体の価格であったり、ガソリン代とか車検代とかの維持費とか駐車場代とかね、もう最高ですね。えー、で、定期的に買い替えて、えー、流行とかね、えー、テクノロジーの先端を行くような素敵な車を常に身近に置きましょうと、えー。年収数百万では無理な話でも、年収1000万あれば大丈夫なんでね。で、方法4と。 中途半端な土地の豪華なマンションとか新築戸建てを買うっていうのがもう最高ですね。もう住宅に関しては貧乏になりたいんだったら新築一択ですね。問題は立地ですよ。一等地のね、えー、東京のど真ん中とか本当に一等地のマンション、戸建てっていうのを購入しちゃうと高いですけどね、購入しちゃうと、えー、地面の値段ね、地価が値上がりしちゃうリスクがあるんで、えー、駅から離れた中途半端な立地に広く豪華な建物っていうのを建築するのがもう最高ですね。えー、一番もう貧乏真シュ シグラっていうのでね慣、えー、れるとで方法5と子供は私立学校に入学させましょうと、まあ、小学校から入れるのは難しくってもまあせめて中学校からもう私立に通わせましょうと、えー、これだけ差が出るんですよ。 ちょっとちっちゃくて見にくいですかね。すべて公立の場合と、えー、幼稚園からね大。幼稚園から大学まですべて公立だったら、だいたい学費ね、1100万円、1094万円かかるんですけど、幼稚園から大学まですべて私立に通わせた場合、2737万円と、理系だったら2800万とかね。えー、これだけもう1800万円ぐらい差が出るんで、えー、最高ですよね。で、公立と私立で子どもの将来にどれだけ影響が出るかは分からないですよね。 えー、市場経済がきちんと機能してるんだったら普通に考えて私立学校の方が素晴らしいはずと。で、もちろん習い事はもう好きなだけ通わせてあげましょうってことですね。えー、注意点としては英才教育を施したために、えー、想定以上に子供がねもう立派に育ってしまって親の面倒を完璧に見てくれるようになってしまうっていうリスクがあるんで貧乏になれなくなっちゃうってことがね、えー、あるんでそこは注意してくださいと。で、方法6と保険に入りまくって盤石の体制を整えるっていうねこれがもういいですね。 今までの収支の把握をやめて浪費家と結婚して、高級車を保有して定期的に買い替えてねで。新築マンションとか戸建てを買って多額の住宅ローンを組むとで。子供を私立に入れると。もうこれだけ家計に負担をかけたら、もうね、年収1000万世帯の家計はもう立派な火の車ですと。でもね、まだですよ。もうまだまだ行きますと。保険に入りまくりましょう、えー。公的保険ではカバーされない先進医療の保険に積極的に加入しましょうと。もう万が一何かあったら大変ですからね。 えー、外貨建てのもう変額保険なんか特におすすめですね。で、保険は貯蓄性の高いものを選びましょうと。おそらく子供が私立学校に入るタイミングで、これらの保険料がね、もう負担できなくなってくる、えー、はずなんでね、えー。最高ですね。そうなったらもう解約をしましょうと。見事に元本割れしてると思いますからね。えー、最高ですね。 で方法7と、えー、洋服とか食事はもうワンランク上のものを味わいましょうと。せっかく年収1000万世帯なんでね、つつましい暮らしなんてしてはいけないと。洋服とか食事っていうのは常にワンランク上を選びましょうと。えー、買い物するときは必ず百貨店とか、えー、その系列店を利用してね。で健康こそがもうすべての資本だから、食材には人一,一倍気を使いましょうと、えー。外食で流行りのお店とか有名店の開拓っていうのも忘れずに行きましょうと。ね で時計とか靴とかもう小物にもねしっかりお金かけましょうとやっぱりね一流の人っていうのはねここを見てますからだから時計とか靴とか小物っていうのはちゃんとね、えー、高いものをねしっかり買った方がいいですねで方法8最後の手段と、えー、もうそれでもまだお金が余ってしまうんだったら え高コストのね、毎月分配型投資信託に集中投資するといいですよ。もはや、もう年収1000万の生活水準は関係ないと。信、え、託、ー、報酬が数以上あるアクティブファンドっていうのを選びましょうと。うまくいけば100万円投資して、だいたい10年後にね、50万円ぐらいにできるかもしれないですね。 でもし余裕があれば、もう時々売買もするといいですよ。売ったり買ったりね、すればいいですよ。取引手数料で確実に資産が減るしね、え時間をかけながらゆっくりね、しかしもう確実にお金を減らすことができるっていう投資方法なんで、もう最高ですと。でそれでも余った札束は 火をつけましょうみたいなね <laughs> でもさすがにそれは論理的に問題があるんでね <laughs>。倫理的にね <laughs>、問題があるんでね <laughs>。で、使い切れない余剰資金はまたこれに投資するっていうことをお勧めしますと。分配金で回収した資金は再度このファンドに投資して、複利効果を狙うってことも忘れずにね、マイナスの複利ですね。 と、えー、いうことで以上ね、貧乏になれる方法ね、簡単に貧乏になれる方法8個を紹介してきましたと。えー、まとめると、年収1000万でも貧乏,にな貧乏になるのは簡単ですよってことですね。これであなたも年収1000万でも貧乏にみたいな。まあ、話したものをね、どれか3つぐらい組み合わせればもう簡単にお金ってなくなるんですよ。お金持ちになるのが難しいってことですね。 えー、お金持ちになるのが難しいっていうのは裏を返せば貧乏になるのは簡単っていうことなんですよね、えー、貯める方がお金ってねよく言うじゃないですか、えー、貯めるのは時間かかるのに出ていくのは早いって言ってね、えー、実際そうなんですよね税金とかいろんなものを考えてもたくさん罠ってあるんでねで金融リテラシーっていうのは、まあ、稼ぐ貯める増やす守るねこの4つって言ってますけどねどれも揃ってなかったらいくらお金を稼いでもお金持ちにはなれないんですよこのバランスがね、まあ、これは浪費とか投資とかで表してますけど えー、このバランスがいい状態ってことですよね年収1000万円でお金がないって言ってる人たち結構いると思うんですよお医者さんとか あの頭はね賢いんですけどこういう金融の教育っていうのを受けてない人とかが結構多かったりとかまあ高学歴のサラリーマンと高所得のね属性の高いサラリーマンの人とかねお医者さんとか結構カモにされやすいんですけどあのこの貯めるとか増やすとか守るのリテラシーがどれかねもしくはどれも欠如してる人たちっていうのが意外と多いんですよねだからカモられちゃうんですよでお金を使うってことは悪いことじゃないんですよあの使ってこそ意味があるとで本人にとっては価値があるからこそお金を払うんでねでだこれ自体を 定してるんんじゃないんですよただ大事なのは使うってことと貯めるってことのバランスなんですよね使いすぎだったり、えー、貯めすぎだったり両極端に触れないようにバランスをとってお金と付き合うってことが大切なんですね財布の紐をちゃんと締めるってことですねそれらがないと、えー、少々稼いでてもねまあ極端年収1000万どころか年収2000万あっても3000万あっても多分すぐなくなると思いますよ実際ねなんで、えーまあ、そういうちゃんとこの守るっていうのは あのどうしても稼ぐ方に目が行きがちなんですけどすごく大切なことなんでね、えー、今日言ったような今さっき話したような8個ですね、えー、どれかをもう少し組み合わせるだけで、えー、本当にねすぐ貧乏になれますから、えー、どういう,うにしてに、ね、判断していくかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、まあ、注意してくださいと今日は逆の視点でね話をしてみましたと、えー、いうことで参考になれば嬉しいですこれからもねちゃんと知識をつけていってね、えーまあ、貧乏にならないようにというか貧乏であっても豊かであったらいいんですけどやっぱりね何か、えー、するにもおか お金ってのは必要だと思うんでみんなね貧乏になりたいっていう人なかなかいないじゃないですか、えー、みんなねやっぱお金っていうのが大切だしね、えー、お金持ちになりたいなってやっぱ思ってるからこの動画見てると思うんで、えー、ちゃんと知識をね、えー、つけて、えー、今日話したような行動をねしていかないようにしていけたらと、えー、していってもらえたらと思いますってことで、えー、参考になれば嬉しいです今日もありがとうございました